2024年7月、フランスは、パリで開催されるパリ国際航空ショーと並び称され、世界の2大航空ショーの一つとも呼ばれているファンボロー国際航空ショーが、イギリスの首都ロンドンの郊外のファンボロー空港を中心に開催された。パリ国際航空ショーとファンボロー国際航空ショーの2つが、世界で数多く実施されている航空ショーの中でも、別格の注目を得ているのは、航空機製造に携わる末端のサプライチェーンまでも包括した展示内容が多いゆえとも言われている。そんな今年2024年のファンボロー国際航空ショーで、世界から大きな関心が寄せられた展示内容といえたのが、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同開発を推進している GCAP、グローバルコンバットエアプロフラムの有人戦闘機の実寸大の模型だった。今回のファンボロー国際航空ショーで公開された、この GCAP、グローバルコンバットエアプロフラムの有人戦闘機の実寸大の模型は、イギリスで、同プログラムの主管を担う BAE システムズ社が展示したものだ。この GCAP、グローバルコンバットエアプロフラムの有人戦闘機の実寸大の模型は、会場内に詳細な機体の数値等を示す表示などは一切なかったことから、そのサイズ感は見た者の印象に委ねるしかなかったようだ。しかし現在航空自衛隊が運用している戦闘機とひすれば、F-2F35 ライトニング2などの単発の機関部の機体よりも確実に大柄であり、F-15 イーグルにより近く、同機と同様に双発であることが伺えたと言えるだろう。また、今回のファンボロー国際航空ショーにあたって、GCAP、グローバルコンバットエアプロフラムの有人戦闘機は、こうした実寸大の模型の展示と並行して、新たな飛行イメージを描いたイラスト等も展示された。そこで確認できた点としては、GCAP、グローバルコンバットエアプロフラムの有人戦闘機の主翼が、これまでのラムダウィング形状からデルタウィング形状へと変更されていた部分が注目を集めた。この GCAP、グローバルコンバットエアプロフラムの有人戦闘機の主翼のデルタウィング形状への変化は、同機の性能の要求の変化を反映したものと、見方が大勢を占め、機体そのもののコンセプトがより具体化された証とも捉えられている。GCAP、グローバルコンバットエアプロフラムの有人戦闘機の主翼がデルタウィング形状となったことで、主翼全体の表面積や内部の容積が増加していると見され、これは、機関部の設計の進捗も反映したものとも捉えられている。機関部の開発の進捗については、現時点では、何ら具体的な情報が公にされているわけではないが、今後の戦闘機にますます求められる大電力の供給能力や、冷却能力を高める方向に進んでいるのは間違いないだろう。そうした機関部についての影響をひとまず度外視しても、GCAP、グローバルコンバットエアプロフラムの有人戦闘機の主翼がデルタウィング形状で大型化したことは、燃料や兵装の搭載量の増加に直結しているであろうことは想像に難くない。燃料搭載量の増大は、すなわち、機体の航続距離の延伸を意味し、兵装搭載量の増大は、ことに日本においては、現行の航空自衛隊の F2 が担っている追艦攻撃能力を、最新鋭のステルス機において実現するという大きな目標を実現することにあるのだろう。ちなみに、日本の航空自衛隊では、現行の F2 を、イギリスとイタリアでは、現行のユーロファイタータイフーンを、この GCAP、グローバルコンバットエアプロフラムの有人戦闘機で代替する計画が前提となっている。F2 及びユーロファイタータイフーン派、いずれも、第4世代戦闘機もしくは、第 4.5 世代戦闘機と一般的には解釈されている機体だが、日本、イギリス、イタリアともに、すでに F-35 ライトニング2の導入を行っている点も共通している。しかし、3カ国、ともに、GCAP、グローバルコンバットエアプロフラムの有人戦闘機では、F-35 ライトニング2よりも航続距離が長大で、兵装の搭載量も増大させることに主眼を置いており、その点での認識には、齟齬はないだろう。ただし、日本の場合は、周囲を、広い領海と排他的経済水域に囲まれた地理的な要因に加え、最大の仮想敵国である中国は、尋常ならざる速度で、
海軍艦艇の増強を推進しているので、対艦攻撃能力の増強の必要性は特に重要と思われる。そうした、日本とイギリスとイタリアにおいて、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の運用についての細かな相違点はあるものの、総じて、2035年までにこれを実戦配備するという、スケジュールについては合意を見ている。こうした GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機は、本格的な開発に向け歩み出している状態ではあるが、一部には、イギリスの政治的な状況の変化が、今後のその動向に影響を及ぼすことを示唆する声も聞こえている。イギリスでは、2024年7月4日に行われた総選挙の結果、与党であった保守党のスナク政権が大敗を喫し、労働党が単独で過半数を獲得、同党が14年ぶりに第一党に返り咲き、スターマー政権が発足することが決まった。労働党のスターマー政権は、保守党のスナク政権が推進してきた軍事費の増額の方針自体は否定してはいないが、その使途については見直しを行う可能性があると報じられており、その中に GCAP、グローバルコンバットエアプログラムも含まれるとの指摘もある。イギリスは、ロシア・ウクライナ戦争において、ウクライナへの積極的な支援を行ってきた経緯から、この戦争の行方は未だ見えないとはいえ、今後、ロシアが、イギリスに対する軍事的な圧力を強めることは確実だと見ている。そのため、2035年と、今から、11年ほど先に、実用化予定の戦闘機の開発に、軍事費を投資するよりも、既存の兵器の増強に、予算を優先的に投入し、目先の危機に対して、自国の防衛体制を強化する方向へ進むべきとの声も、新政権内から上がっているとも言われている。個人的には、イギリスで政権交代が起こったとはいえ、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの存続そのものが撤回されるような事態にまで発展するのかと問われれば、そこまでの変化はないのではないかとは思っている。もし、仮に、そのようなイギリスの政治状況の変化に伴う、壮絶なはしご外しのような事態が生じるとするならば、日本としては、現行の F2 の運用期間を延長することが可能かという点も踏まえて、代案を模索するしかなくなってしまう。日本は、自国のみで、国際的な水準からして、高性能な新型の戦闘機を開発するだけの技術力は、残念ながら持ち合わせていないと思われるので、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムが中止となれば、やはり、アメリカに協力を依頼するしか選択肢はなさそうだ。いずれにせよ GCAP、グローバルコンバットエアプログラムは、いわゆる第6世代ジェット戦闘機の開発計画としては、これまでは、世界で最も先んじていたものであったが、今のロシア・ウクライナ戦争の戦訓から、コンセプトの変更が必要になる可能性も否定できない。いわゆる第6世代ジェット戦闘機とは、第5世代機以上のステルス性能を有し、友軍の様々なプラットフォームとのデータ連携を行い、人工知能の搭載による完全自律行動も、可能な無人航空機を完成する等の能力が想定されてきた。ロシア・ウクライナ戦争の戦訓としては、第4世代戦闘機でも、敵の防空網の射程外から滑空誘導爆弾を多用する戦術で、ロシアが戦果を上げており、今後、ウクライナで F-16 ファイティングファルコンが稼働した場合、これがどのように機能するのかが注目されるだろう。